いやー、東京楽しかったなー。セレンデューラ、どうも、竹ワンチャンネル竹です。東京から帰ってきました。とりあえず一言で言うと、めちゃくちゃ楽しかったです。ということで今回は、東京で買ったもの、もらったもの、一挙公開。いや、しかしね、数が多いんで、割とね、早足でいかないと、動画何分なんねんという感じになってくるかと思いますので、皆さん、お付き合いをよろしくお願いします。そしてね、動画の最後で、プレゼント企画今回用意しております。ぜひね、この動画最後までご覧いただければと思います。それでは早速、行ってみましょう。まず一つ目。はい。ということで、まあ、虹箱出てきたっていうことですね。こちらはね、エイタローキックスの、スケートドローンイベントで購入しました。SB ローのダンシングベアのイエローですね。はい。もうね、これ見た瞬間に結構一目惚れやったんですよ。で、前からちょっと欲しいなとは思ってたんですけども、自分の欲しいものランキングのベスト、どうやらな、ベスト5ぐらいには入ってたんですけども、まだ1位ではなかったんですね。タイミングさえあればというような感じで、これは見ていました。で、そこでたまたま、マイサイズ、状態もいい、予算、上限バチバチみたいな。はい。今回ね、まあ、8万ぐらいの予算で、まあ、スケートで買えたらいいかなと思ってたんで、その予算のほんまにドンピシャで出たっていうのもあったんで、今回これを購入しました。まあ、シューレースね、デフォルトではこのイエローがついてるんですけども、僕はこっちの、水色のカラーに合わせれる方がいいんじゃないかなと思いまして、こちら合わせました。まあ、これも好みあると思うんですけども、まあ、その方がなんかこう、配色のバランスが取れるなってイメージだったんで、はい、こちらにしています。いやー、いいですね。またこのタグのね、初めて見る方もおられるかと思いますけども、シュータンところのダンシングベアのとナイキのコラボのロゴであったりとか、まあね、インソールが可愛いんですよ、これ。インソールにはね、ダンシングベアが勢揃いと、こんな可愛いプリントされてます。それでは、二つ目、行ってみましょう。どうしよう。二つ目はね、これ、一日目にですね、いただきました、キスのアパレルですね。8月はちょっと娘の誕生日があったんで、キスのアパレルちょっと見てみようかということで、嫁ワンと見てみたんですけども、結構ね、キスのアパレルっていうのが、まあ、大人と同じぐらいの価格、近いぐらいの価格で、いつも展開されてるんですよ。見た目可愛いねんけど、値段可愛くないな、とか思って、ちょっと見れたんですね。で、そしたら、仲間うちで飲んだ後に、まあ、もう一回酔ったんですけども、じゃあ買ってやるって、マジっすかみたいな感じでいただきました。で、これがですね、こちらになります。はい。2歳の娘にですね、購入いただきました。見た目めっちゃ可愛いな。個人的にはくすんだ系の色が好きやって、まあ、うちの娘にも似合うんじゃないかと。なおかつちょっとね、今の娘のサイズからしたら大きいんですけども、まあ、ちょっとダボめに着てもらって、ストリート感出るんちゃうかなと思って、選ばせていただきました。ほんまにありがとうございます。感謝の至り。ではね、3点目、こちらになります。これはね、エータロのイベントで、嫁ワンがゴッテムしてきました。はい、ダークロのバレリアンですね。エータロの、まあ、プレゼント企画で出してるものが、まあ、嫁ワンサイズは基本なかったんで、まあ、それやったら、竹ワンのサイズやろということで、もう 28.5 めがけて行ってくれたみたいですね。嫁ワン、ありがとうセレンデューラ。3点目、バレリアンブルーでした。続いていきましょう。続いてね、4点目。行きたいと思います。サカイブレザーの、ブラック&グレーですかね。これはね、サカイのブレザーで、セカンドモデルで出たタイプになりますね。白とこの薄いグレーのタイプで2種類出たと思うんですけども、まあ、その一種になります。これがまためちゃくちゃ綺麗なんですよ。まあ、中古ですって言われたんですけど、パッと見ね、一回ね、試着だけしかしてないんちゃうかぐらいのめっちゃ綺麗さなんです。もちろん両足なんですけど、はい。いや、僕は以前に半スリの仲間からですね、まあ、結婚祝いにっていうことで、29センチいただいてるんですが、割とね、ここのつま先の部分とかのサイドですね、部分が割と黒く汚れやすいんですよ。で、ちょっとね、取れにくいんですが、ただこれに関してはね、もうそれすらほとんど形跡がないっていう感じで、めちゃくちゃ綺麗な一品になります。またね、なんかこうイベント、まあ、関西でもイベントやるときとかに、これはどこかのタイミングで使わせていただこうかなとは思ってます。小草のりさん、ありがとうございます。続いて、5点目ですね。よいしょ。こっからね、赤箱連打です。5点目はね、こちらになります。ダンクローのネバダ、登場いたしました。いや、これね、ちょっとね、僕もね、前からちょっと履いてみたいなと思ってたんですけども、現行モデルのね、ネバダカラーっていうのが手に入ったんで、まあ、これはね、ちょっと履かせていただこうかなと思ってます。はい。ちなみにね、お値段これが9000でした。え、9000だったっけ ?8000 かな?なんかめっちゃ安くしてもらいました。これはノリさんとこからね、購入させていただきました。さっきのブレザーがオグさんとこから購入させていただきました。本当に、荷物もね、めっちゃブースのとこに置かせてもらったんですよ。非常にね、ご迷惑をおかけしましたけども、この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございます。続いていきましょう。6点目は、パ
ンダダンク、これウィメンズのパンダダンクですね、こちらを購入いたしました。まあ、おそらくね、これもイベントか、まあ、どっかのタイミングでっていう、放出品にはなってくる可能性はあるんですけども、まあ、こちらを購入いたしました。これもね、2足買ったら、10% 引きっていうので出してくれてはったんで、1足はね、このデラソールのミッドですね。ミッドはデラソールのロー。ちょうど翌日に埼玉のロケ行く時の、メンバーのマッスルさんって言ってるんですが、マッスルさんの前祭やったんで、まあ、それを、ご購入させていただいて、まあ、2点で、まあ、お値引きいただいてると。これも何本ぐらいだったかな、なんかほぼほぼ定価に近かったぐらいの価格ですね。しかも、一応プロタグ付きの新品です。どんどん行きましょう。続いて、7点目。もうわからんようになってきた。よう買ったな、こんだけ。これも一気にドドンと2足紹介させていただきます。はい。それぞれちょっと紹介していきますけども、1足目は、メンズのダンクパンダですね。ダクローパンダになります。で、またもう1足、バレリアンですね。はい。こちらになります。これがね、まあもう昔からの、馴染みの友達なんですけども、まあ、KK っているんですが、まあ、それがフリマにも誘ってくれた仲間でしてね。このパンダね、定価で出してたんですよ。マジでってなって、何回札変えてもね、この定価でも買ってくれないんですよっていうんで、じゃあ、こっちもじゃあ、合わせて割引してよっていうことで購入いたしました。はい。まあ、動画の中でちょっと笑い取りに行こうと思って、KK はすごい頑張ってくれたんですけど、まあ、ぜひね、この動画からまた戻って、フリマのレビュー編行っていただいてですね、KK に応援コメントをぜひともよろしくお願いいたします。この2足でね、24,500円でした。本当にありがとう。ということで、スニーカーはね、あと1足ラストですね。こちらになります。これね、ウィメンズのターミネーターですね、のローンになります。いや、このね、古着感というか、ヴィンテージ感というのがね、ほんまにたまらん1足なんですけども、まあ、これがちょうどね、嫁サイズで出てまして、まあ、なかなかこの、UNC カラーで、しかもターミネーターローっていうのが、ま、出回ってないんで、まあ、これ絶対と聞いてたんですよ。で、価格もね、確かね、2000円ぐらいだと思います。めちゃくちゃ破格で出してもらってたんで、なんでまあ、嫁ももうほぼ即答で、じゃあ買っとくってことで購入いたしました。いや、めっちゃ可愛いよな、これ。多分ね、現行でも、復刻したらさ、多分これまた流行ると思うねんな。まあ、あとはね、ヒールのロゴが、まあ、今の20代とか、若い世代に受けるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、結構ね、僕みたいなアラフォーの世代っていうのは、このターミネーターのこのデカロゴ、デカヒールロゴですね、っていうのがすごい大好きです。まあ、ここからはね、T シャツ連打いきます。まず1点目ですね。こちらになります。これはね、スニーカー男子の原口さんのとこから買わせていただきました T シャツになります。めっちゃ破格で3000円にしていただきました。これで新品で買おうと思ったらめちゃめちゃ値段も高いし、まあ特に僕毎歳、これ 2XL かな、少し大きめのサイズなんですけども、ストップとか見たらね、なんか2万5000円とかめっちゃ高かったんですよ。まあそこまでちょっと手は出えへんなって感じたんですけども、まあたまたま、僕サイズのものがね、お値打ち価格やったんで、ご購入させていただきました。早速ね、翌日にも着させていただいて、非常に着心地も良かったです。ありがとうございます。で、こっからは、今回ね、イベントの主催者であったガガリさんのブースでですね、買わせていただいた T シャツになります。計1、2、3、4、5点かな?はい、ドドンと購入させていただきました。ありがとうございます。T シャツを欲しい欲しい。ということで、はい、紹介していきます。で、まず嫁ワンのやつからいこうかな。嫁ワンサイズのやつ、それがねこちらになります。はい、ノートレスビッグのね、通称ビギーの、アルバムのジャケット T シャツですね。まあヴィンテージトーンのとかちょっと全然わかんないんですけども、まあでっかくねこんだけプリントされてて、なあのキスでも以前発売はあったと思うんですよ。この、 ビギーとのコラボなんですね。これまあ嫁は全然知らないんですけども、まあ可愛いし絶対いっときっていうことで購入いたしました。確かに1500円ぐらいでお移りいただいたんですかね。はい、まあ、そこねこれも嫁ワン次の日に来てました。ありがとうございます。ございます。こっからは僕サイズのジョーダン T シャツですね。はい、これ確かフリマする前もですね、ガバリさんの動画にも出てきてたかな、フリースロー大会のやつ、ジョーダンがフリースローラインから立ち幅跳びみたいな感じでダンクするとダンクが決まったという T シャツですね。はい、間違ってたらコメントで修正してください。で、2点目、これめっちゃかっこいいなと思ったんですよ。これはね紹介してありましたね、確実に。ちょっと動画見てね、これ欲しいなと思ってたもんが、まさか自分の手元に来るとは、想像もね、しなかったですけども、こちらですね。おそらくこれ2000年前半ぐらいの T シャツちゃいますかね。はい、こちら、3XL 超絶で、はい。続いて、3つ目。これはこちらになります。これはね、もうシンプルに、ウィングロゴの T シャツですね。これも少しね、焼けがあって、ヴィンテージ感で出ていいですね。ガバリさんとこのブースで購入したラストシットはこちらになります。今回ね、
あのガバリさんのところではあの嫁ワンのやつ以外はね全部ジョーダンの T シャツ買いました。これが多分まだ比較的新しいのかな、どうやろう、プリントタグですね。ありがとうございます。でね、今回この T シャツで5点で確かね14,000円とかだったんですよ。それをまあ12,000円までこう値引きしていただいてですね、本当にありがとうございました。プリマ様様ガバリ様ということでありがとうございます。ホッスルホッスルということで、どうとこから最後の紹介になります。最後の紹介はこちらです。ステューシーとナイキのコラボ T シャツですね。はい、こちらになります。これはあのスニアカ男子のコンさんのブースでですねご購入させていただきまして、ちょうどその時にあの値引きするかどうかをじゃあじゃんけんで決めましょうよ兄貴ということで、はい、じゃあ行きましょうと、男の一発勝負ということでじゃんけんさせていただきました。一発勝負、最初はグーだ。じゃあ俺グー出すんだよ。最初はジャンケン。おー、わかった。おー、わかった。すいません、ちょっと嘘つきました。じゃあ次パー出します。最初はジャンケン。おー、信じた結果ツアー抜いたで、俺今やっぱね、嘘良くないなと。ありがとうございます。いや、僕パー出しますよ、グー出しますよっていうな、こう誘惑にもね負けず、なんとかねこう勝ち抜いた、2点になります。で、またこれ動画でもね購入されてたあのリストバンドですね、これちょっと気になってたんで、これなんとねおまけでつけていただきました。くのさんありがとうございます。実はこちらの T シャツ2点ですね、まあ、ご応募いただいた方からまあ抽選させていただいてですね、はい、今回2名にこちらをプレゼントということでね、お届けしたいと思います。で、まあ詳細は、この動画の概要欄に掲載しておきますので、まあ、そちらをご覧いただいて、で、ご応募ください。で、当選の発表はおそらく YouTube ライブで行っていく可能性がありますので、またこちらは、僕の、YouTube の投稿であったりとか、僕のインスタのアカウントですね、そのストーリーで、こちらに関しては告知しますので、ぜひチェックよろしくお願いします。サイズに関しては両方とも L サイズになりますね。で、しかも新品でございます。はい、たくさんのご応募お待ちしておりまーす。ということで、まあ、怒涛のね、今回、まあ、3泊4日かな、でしたけども、まあ、まあ、買い物ツアーですね、本当に。またね、別のところに遠征行くときとかもあると思うんですけども、まあ、そこの、土地土地のね、スニーカーヘッズの方々と楽しい交流ができたらいいなと思っております。今回、原宿もね、非常に、皆さんがね、自由なスニーカーを履いて、まあ、自由な服装してるなっていうね、なんかあまり肩にはまらないような、それぞれね、ファッションの主張があるっていうのは非常に刺激になったんで、まあ、僕もそれを取り入れてですね、まあ、関西に落とし込めて いけたらなと。それではですね、まあ、先ほどのプレゼント企画、ぜひともご応募ください。ということで、竹ワンチャンネル、竹でした。セルエンデューラ、バイバイ。概要欄見てね。